待たせいたしました。ナビスコカップチャンピオン、ガンバ大阪の選手に来ていただきました。宇佐美選手、阿部選手、大森選手です。よろしくお願いします。お願いします。おめでとうございます。さあ、ちょっと時間は経ちましたが、まずは優勝した時のこう感想というか。いい勝ち方というか、ああいう劇的な勝ち方だったっていうのも含めて、まあ、僕自身もあのビッグタイトルというか三大タイトルの中で初めてタイトル取れたんで、もう嬉しかったの一言に尽きるかなと思います。若干涙もね。そうですね、終わる前から素敵なね、終わる前にね、感極まってましたね。阿部選手はどうですか？個人的にはファイナル出た初めてだったんで、ああそうなん、はい、嬉しさが思ってた以上に嬉しくて、はい、感激しました。大森選手は、ね、やりましたね、はあ、きっちり仕事を、はあ、まあたまたまですけど、まあ、めっちゃ嬉しかったです。たまたまじゃないね。たまたまじゃないよ。ね、大きな仕事しましたよね。しましたよね。だって健太監督からもう後半に入る前から行くぞみたいなこと言われてたんでしょ。そうですね、早めに準備しとけって言われてましたけど、なんか若干俺今日先輩じゃないのかなみたいなちょっとあったんじゃないですか。いや、まあでもサンフレッチの時に2回勝ってるので僕試合に出てなかったし、ああもしかしたら出れへんなっていうのは感じてました。いや多分ね、出れない気持ちが強かったんじゃないですか、悔しさが。あそこで爆発した。それで爆発したんだと僕思いますよ。おい、結構ねフォワードの持論が結構きついですよ。その辺は宇佐美選手にもちょっと聞いてみたいと思いますけどね。そうね、はい、後々おいおい、はい、はい、ではどうぞ恒例の、はい、では早速ですね、広島との決勝を振り返っていきましょう。さあでは決勝を振り返ります。まあ、ナビスコ初優勝を目指す広島、そして7年ぶり2度目の優勝を目指すガンバ。7年ぶりなんですね。緊張しました？しました。俺はした？いや、しなかったです。全然僕もしなかったですね。まあ、はい、ベンチですか、ね、多分ベンチでかイライラしてたんじゃないですか。ねえ、まあでもこの試合結構慎重に入るのかなと思ったら結構アグレッシブに立ち上がれていってましたね。ガンバは結構行けって言われてたんですか前から。そうですね、言われてましたね。はい、まあ、入ってきた時に結構ガッと行こうっていう相手が、はい、感じで、まあ、ゆっくりポジションしてくるの分かってたんで、まあ、そのためのシステムを敷いてやってたんで。さあこれです。これはどうですか阿部選手。いや僕の角度から言ったらなんで PK なんて感じで結構言いに行ったんですけど、うん、めちゃめちゃ言ってたよ、うん、めちゃめちゃ言ってましたよ。試合壊れるって言いましたもん。これ取ったら、はい、なんか言ってた西村さんその後。いや普通にスルーされました。こう見たらちょっと当たってるもんね。あそうなんだよね、はい、よう見てたんかなと思いましたけど。いや一緒だと思ったんだけど僕ね、西村さんとちょっと話したんですけど、あれね多分あれ抜けてたらシュートだったじゃん、はい、だからそういうのをやっぱりね取ったりするらしいんですよ。あれはキープだけだったりまたちょっと違ったりするんだろうけど、あ抜けると完全にシュートのシーンじゃないですか。あこれイラッとしたよね、うん、イラッとした、イラッとしました、何してんねんみたいな、はい、結構いい抜け出ししましたけど柏とか高萩がちょっと目に入ってちょっと焦っちゃいました。でシュートは相当自信あるでしょ。はい、いい体勢で打てればねえ、結構これもな一回防いだんだよ。そうね、まあいいとこにいますよね。ねえ、やっぱりポジショニングがすごく気になる、はい、うまいとこにいるなとか。いやもう気になんでそこに入れんやろうっていうか、そこになんでこぼれてくんやろうっていう思いますね。ちょっと 2-0 になった時にはこれはちょっとまずいかなと思った。終わったと思いました早いな正直。いやでもこれは勇気づけられたでしょ。これなかった危なかったんじゃないですか多分。これ2点目失点してたら早かったですからね、うん、あこれは取った時間が良かったですよね。そうでもこれ宇佐美選手も中に入ってきてるでしょニアに、はい、で自分の、まあ、ところに来てもいいしある程度パトリックフリーにしようかなみたいなところもあったのイメージ。そうですね、それからパトからこう落としてくるとか、あ、まあ、速さ的にないかなと思ったんで、そのまま決めてくれて。でもこの辺では、まあ、後半から出てくるんですけど大森選手は準備をせえと言われていて、はい、もう後半が入ったらどんなことを考えたんですか。そうですね、まあ負けてたんで、まあ、失うもんないと思って思いっきりやろうと思いました。最近ずっと調子良かったでしょ。そうですね、
点も取れたし、これいいボールだったね、イメージ通り。いやもうちょっと前の方が良かったかなと思ったんですけど、あそのままシュート打てる感じね、はい、キープしないでね、はい、安定しないで、さあメインイベントがやってくるスルインからですね、はい、これもあれちゃん助かった本当に、うん、俺には俺に来ると、あ入ってきたかな、どっちに蹴ったの、いやパン阿部ちゃん出してもね確かにね、はい、確率の問題でね走ってんねんで、ね、いつもまあでも釣れたらなと思ってめっちゃ釣ってくれたと思って、でもパトリックにこういうボール出すの結構多いでしょ、多いですね、もうなんか無理聞くんで彼は、ね、いい流れ方してくれてね、でもあれ決めてこれ外すんですよ、見ててくださいよねこれねこの距離ね、確かにね、ドーン、あーこれ頭でいけって話じゃないいや頭でいったらダフった方が入るやつなんだ、この距離から外すかね、まあ、俺のパスちょっときつかったかもしれない、でもこれほら、いや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 、いいボールだよこれ、いやこれは世界基準でしょこのパスは、決めてくれよ、当てたら1点、流れ的にもダフったら1点当たったかあかん、逆にこれ一人いなかったんだよね広島ね、そう、うん、ドゥンッと、これはどんなイメージであそこにいたんですか、ポジションに行く、いやもうほんまに何も考えずにそこにいたらボールが来たって感じ、はい、あ、これいいよ、あほんまごめんなさいシュートっすね、いい反応してますよね、ディフェンダーの方が先にいてるもんねポジションね、どうしたんですか無理ですねなんかもう込み上げてきちゃったの、そうですね、もうドイツのこととかちょっと思い出して、で、まあ、育ててもらってるっていうのもありますし、あ、頑張りね、はい、やっとかと思って、あこう、よかったんですよね、ベンチから見るこう、出てる選手のこう戦い模様っていうんですか、あピッチで触ってそれにちょっと感動した、4分バーンと出た瞬間、4分が全然楽勝やわと思って、へぇ、そう思った、思いました、へぇ、じゃあピッチにいた2人はどうでした、その瞬間、いや、めっちゃ感動しました、鳥肌立ちました、俺やったんだみたいな、はい、決勝ゴールですからということで2点差をひっくり返して見事ガンバが優勝しました。改めて試合を振り返ってみてどうでしたか、前半の1点に尽きると思います、パトリックの、はい、あそこでいい時間帯で1点入れてもう押せ押せのまま終われたんで、前半をあの1点がでかかったです、阿部選手はどうですか、いや後半になって完全にこっちのペースになったんで、まあ、追いつけるぐらいは絶対いけるなと思ったんですけど、まあ、逆転できていい試合できたなと思います、前半のねうちに準備しろっていうふうに言われてて、はい、まあ、ある意味劣勢のとこからスタートじゃないですか、はい、でその中で自分が入ってどんなことをしてやろうと思ってました、いやほんまに結果を求めて入りましたね、アシストでも得点取りましたけども得点もっていうのを考えて入りました、まあ、ガンバって長谷川監督のやり方がああいうシステムに対してこうだっていうのが、まあ、ある意味確立してるというかやり方があるじゃないですか、で阿部選手なんかは、まあ、中盤でも守備をすごく求められると思うし、はい、で宇佐美選手もそうだと思うんですけど、守備に関してはどうでしたか、このゲームに関しては、はい、もうアプローチは監督にされてました、もうしないと帰るよって言われました試合前に、はい、あの2日前か3日前ぐらいパートと協力して、うん、守備できるって言って頑張りますって言ったらもうしないと帰っちゃうからねっていいです、いいですね、その言い方がいいですね、うん、でもなんかあの2人がよくパトリックと宇佐美がよく守備をしてくれたのでみたいな、あそこまでやると思わなかったみたいな多分コメント出てたと思うんですけど、帰りたくないですもんねあの圧力は結構効きました、やべえシーンがあったら帰られちゃうと思って、阿部選手はどうでした、僕とコンちゃんが多分結構キーのポジションやったんで、アコが頑張らないとチームはまらないなと思ったんで、まあ決勝ですし死ぬ気で頑張ろうとはずっと思ってました、まあ、ガンバはナビスコは予選からじゃないですか、はい、で広島はトーナメントからなので、まあ、その辺はどうでしたか、いやもう若い選手からあまりリーグで出てない選手とかもそうですし、いろんな選手がピッチに立ってこう上に上に来たんで、もう本当全員で取ったタイトルだと思いますし、
全員の頑張りでがあったからこそ達成できたと思います。で若いといえばですよ、宇佐美選手はニューヒーロー賞を取ったわけですよ。あこれどうなんですか言っていいですか、えニューヒーローみたいな俺も思いました多分ね全員が思ったと思うよえっていう ね過去のなんか獲得した選手みたいなのがバーって映像で出てきて、あのエスパのエスパルスの石毛くんが多分18歳とかの時に撮ってるのが2、3年前とかにあったんですよ、うん、それでその後に僕来て、うん、これはやっぱあかんなと思ってけどあかん雰囲気は出したらあかんしと思っても懸命にコメント考えて、うん、でまあ若いことを再確認できましたっていういいコメントが出せたなまあこういう賞をいただいてまだ22歳ですし、まあ、これからも若々しくいきたいなと改めて思わせてもらった賞ではあります。どうなんて言ったらいいんやろ、そうだね、俺じゃないやろって言ったら角が立つし、うん、もう結構前日から記者会見あるって聞いてたんで結構頑張って考えてましたねニューヒーローですけど大人になりましたね。いやそうですね、コメント的にはコメント周りのことを考えながらコメントを考えてる、はい、それは奥さんと一緒に考えたんですか。いやそういうのは一人で頑張って考えますそこまで力は借りないですよ奥さんのえどんな時に借りるんですか。まあ主にお金の管理だニューヒーロー賞の賞金は全て嫁さん奥さんの財布にサッと入ってきます、ね、そうなの、はい、頑張りはしたんですけどね俺の個人賞だよみたいな、うん、だからその50万ちょっと俺の中に入ってもいいんじゃないのってさ、それは絶対あかんみたいなもう家族の支えがあってこそのものでしょうかって言われておごっておごっていやおごりたかったよだから50万みんなでパーッと行こうと思ったけど、うん、もう俺のところにないから、ね、負けた、うん、健太監督はどうですか。なんか笑いながら喋ってる時が一番笑いながら喋ってる笑いながらなんか結構敬語みたいな感じで喋る時があるんですけど、なんかたかしくんとかこうたろうくんとか言われるんですけど、そういう時が一番怖いです。目は笑ってないんでしょ。はい、でも笑ってる感じで喋ってきて、はい、それが怖いです。わかるわ。ささやかれる感じなの。そうですね、はあ、それぞれあるんじゃない、はい、一人で呼ばれた時結構ビクビクそうなん、いやそう思う、はい、呼ぶ時はさ、小太郎くんみたいな感じになるな、たかしくんちょっといいかなみたいな感じで呼ばれて、うん、その後に僕言われましたもん、あの守備しないと変えちゃうよってそういう感じで呼ぶって言ったの。変えちゃうよって言ったの。変えちゃうからね。あ、変えちゃうかって言われて、すみません、さあんな笑ってたのにさっきよりじゃない緩急がすげえ緩急な緩急大丈夫、緩急はありますね。しかもいろんな噂があるじゃないですか、健太さんの、ね、だからそれがちょっともう怖いっていうイメージしかないから。若手にちょっと足蹴られたらもう練習やめてクラブハウス帰ってたとかやってえ練習中に練習現役時代ねっていうのちょっとやばいなこれこれ流さなかった。俺健太さんに言ったもんそれ、違うしてたらしいじゃないですかって言ったら、うん、いやしてませんよそんなそれもまた怖いよね。言う言うそういう言い方するよね。やけないじゃないですか。言う言うとかってめっちゃ下から来る時めっちゃ怖い。絶対してる。そうだね、下から来る時は怖いね。もう大学の時はすごかったですよ。あんま言えないですけどまあこんな感じやもんね。だってもうサンバガラス的な、もうすごかった。知ってる？大江抜きと堀池と、はい、今体も丸くなったけど人間もやったら結構丸くなってると思うけどだって前十字ないんだけど筋トレでもうそれを補ってたっていう話知ってる？あ知ってます。あ前十字ないの？ないの、うん、そうないの。溶けちゃって溶けちゃって酒でそうそう、でこんな足してんのそれであのシュート打つんだ。すごかったですよね。はい、もういいんじゃないですか。もういいね。監督ケンタの下りは使えないとこばっかりですから。選手の立場としては使えないですから。この後は宇佐美選手、阿部選手、大森選手が個人的に選ぶ MVP を発表。パトリックはどうですか。まあさっきいろいろ言ってましたけど、頼りがいはあるでしょ。でも頼りがいはありますけど、最初中断期間の時に来た時なんてインサイドキックのパスとか無回転でこの辺に来るようなパスとか大丈夫かこいつと思ってサッカーできねえじゃんみたいな感じでしたけど、なんかピッチ試合になったらもうバリバリやってくれるんで、なんなんやろあのね、こう不安で。練習と試合全然違う。全然違います。試合になったら結構なんか
あのフロンターレの時さ、阿部ちゃんにアシストしたヒールとかさ、あんな練習で成功したの見たことないないね試合ではなんかやるんですよね。まああと頼りがいのある2人、まあ代表にもまた呼ばれましたけど、遠藤、今野あたりはどうですか。中盤を支配してくれるんで、まあ、守備ではコンちゃんがほとんど取ってくれますし、マイボールの時はヤットさんが時間作る時は作ってくれたり、いい縦パス入れてくれたりって言ってゲーム作ってくれるんで、全然気にせず前にどんどんポジション取れるなっていうのは思います。あ、どうです。いや、この2人ですよね。すごい、全てはというか、すごいですよ、やっぱり見ててもラームよりすごい。いや、ラームもすごかったからなそれラームと比べるのどうですかラームと比べちゃうね。あ、コンちゃん の, その守備のもう取りに行くぞっていう時の速さというか、あ、異次元ですからね。練習やってでもそれは感じる。感じます、感じます。いきなり来るんで。ここなかなか評価されてないんだよね、うん、分かんないでしょ結構みんな、うんうん、ここ一緒にやってる人にしか分かんないですよ。そうだ、ね、すごいよね、本当すごいです、ね、ボールをこう奪う力っていうのは本当すごいですからね。ですね。どうですか、受け手としては遠藤とかがいたらどうですか。いや、ほんま自分が評価していいのかなっていうぐらいすごいですちょっと何なの、すりすぎちゃうか、お世話になってるからって、ちょっと私生活ではもっといい、はい、いやでもほんまにすごいです、こんな人たちとこんな人たちとプレーできて嬉しいですあ、でもガンバがすっごい強かった時にユースとかその辺で見てて、やっぱそれを一緒にやれるんだっていう、そういう実感はあったりするでしょ。なんかそうやな、ジュニアユースの時とか言ってたよ。ちょっとナビスコの決勝でやっとさんが PK 外して、あのジェフとやった時かな、コロコロ捉えた時、あっていうか見てずっと、まあ、狙われて捉えた時かな。見てて、で次の日俺らも公式戦やってジュニアユースの時、こいつ PK 外したんですよ、うん、で全国行けへんくて、うん、みんな泣いてる中横で、やっべえ遠藤の真似してもうた中学校の時言ってたのが今やもうチームメイトですからね本当だよね、だ言ってたよな、遠藤の真似しすぎたよって何やねんこいつと思って全国の切符をお前の PK のせいで逃したのにと思って俺ちょっと気になるのは、あのアップの時にこう、あ、サメサメみたいな感じでやるじゃないですか遠藤って、はい、知ってる、あの独特でしょ、なんかも何モチベーションとかアップの上げ方っていうか、アップ、はい、全然スプリントとか一切しないです横走ってないこうやって、はい、なんかずっと横走ってない、こうたまにボール蹴ったり、そうだよね、ほら何してんねやろと思いながらじゃあなんかこうテンパってるみたいな感じは見たことがない。ないっすね。え、どんな試合展開でもそうなの、前半が絶対あもう変わらないです、変わんない、過ごし方ずっと淡々としてる感じ、はい、行くぞみたいな、どうしたみたいなことはない、一切ないです、あのままです、もうな、あのままの流れで、ちょっと最後エンジンの時に声出して、声出すだ、ヤクさんはキャプテンやから、あ、キャプテンだから、一応あれもう忘れてたじゃないですか、ヤクさんはキャプテンだから、キャプテンじゃなかったら声出さないのかな、出さないですよ絶対出さない、ヤクさんの行くぞっつってみんなでおーって言うんですけど、あ、行くぞは言うの、行くぞは言うの、結構大きい声みんなで言うの、義務ですよね、義務か、キャプテンなんで言わない、あ、そうか、言わなきゃいけないから、はい、結構大きな声出すの、出します、あ、出すの、結構いい声、うんうん、いい声なんだ、閉まる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 、ほんと、うっせぇだろ、閉まる、閉まる、ほんと、おしってなります、閉まる、その声はもうそこでしか聞くことはできない、そういう意味でね、試合中も一切そんな声も出ないです、あ、試合中は張らない、張らないです、鼓舞するなんてないの、2点取られて、2点取られた時もパッとやってたみたいな、大丈夫大丈夫大丈夫よみたいな言ってたよな、大丈夫って、後ろであの庭大輝がもうギャー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 オッケーオッケー言ってて、やっとさま前でみたいな、でも遠藤見たら落ち着くね、まあ0-2で負けててさ、決勝でね、ちょっと慌てるじゃないですか、うん、後ろに帰って大丈夫大丈夫って言ったら自分が熱くなってたらバカみたいな、一番後ろでこうやってる人いるしね、うん、バランスですねやっぱチームね、いいバランスなんだね、鹿児島のね、若手としては若手になるか分かんないけど、やっぱやりやすい環境、やりやすいです、結構何もなんかやっても別にある程度自由は許される、全然もう何も言われないですもん上の人に、そうだよね、はい、やっぱいいチームになってるんだな、いやいいチームじゃないですかね、監督もいいですしキャラクターがやっぱりあるっていうのはいいね、いいね、大会 MVP はパトリック選手でしたが、はい、個人的に、うん、
選ぶ MVP を今気になるね発表してもらいたいと思います。気になりますね。一斉に発表してもらいたいと思います、うん、ではお願いします。せーのドン。阿部ちゃん、東口くん、健太さん、まずは阿部ちゃんから。そうですね、大会通して講師に渡って活躍したかなって思います。確かにね、何が違うの。声小さいし、なんか教科書通りの答えだったような気がするけど、ちょっと選びました。選んだ先輩なんで一応横に気を使ったの。気を使いましたね、先輩なんで。本当は違うの書きたかった。もっと気使うとかあるやん。じゃあそうですね、まあ、漢字が あんまり分からなかったというところからちょっと緊張してますでも講師においてって言われるのはどうです。いや、はい、手話は別にあんまり攻撃で評価されたいです。いやすごいよ。でも手、まあやって当たり前って思われたいですね。守備はね、はい、今のいいね。よしよし、監督聞いたら喜ぶね。喜びますね。では東口くん。はい、もうスーパーセーブいっぱいしてくれますし、安定感があって、はい、あんまりシュート打たれても怖くないなっていうのがいつも思います。前の選手からしてキーパーがいいってすごくいいよね。いいよねっていうか見ててもと思いますね。ね、はい、なかなか僕は書かなかったですけどね、キーパーがいいなんてね。まあ君はね、わがままなんで、ね、いろんな他の人は全然関係ないのだって。いやそんなことないですよ。他の人は自分さえ良ければいい。そんなことない。後ろ安定してってやっぱいいですよ。前落ち着いてプレーできる。今横、ね、横目でチラチラ。そうなんだ、そうなんだって感じで見てましたよ。多分一緒だと思うけど、ね。だってこれだもん。健太さん、監督ですよ。ここですね、まあ予選から高校生のユースの選手使ったりとか。まあ、うまくこう J リーグとの日程の厳しさもあって、こう選手こうやりくりしながら決勝トーナメントまで行って、まあ最後やっぱ孝太郎が結果出したりもそうですし、まあ健太さんがやることやること、まあ出した選手出した選手が結果出してここまで来たんで、もう MVP は健太さんです。まあ決勝の前、まあリーグ戦の前だったかもしれませんけど、ちょっと呼ばれた的なところがあったじゃないですか。はい、一人、はいはいはい、部屋ででしょ。はい、何でしてるんですか。その時はどうだったんですか。まあ優しめのカツもらいました。なんとなく分かるんじゃないですか。そうだね、やんちゃな感じでしたから監督も。まあ、確かにね、はい、ずっと見ててどう。まあ昔に比べたら丸くなったかなと思いますけど、はい、もっと昔の方がやんちゃでしたけど。お前もな、こいつはお前もな。いやいや、僕は違う。むしろ孝太郎の方が。さあ、今シーズン意気込みを最後に聞いて終わりにしたいと思いますが、思い出ですか。そうですね、怪我ないように頑張りたいと思います。いいんですか。いや、まあ、俺にこう残してくれてるなって。あ、なるほど。あ、流れを読んでナイスだ。アシストだね。アシストですね。そうですね、ナビスコ取ったんで、あと数試合頑張りたいなと思います。あ、簡潔にコメントされてます、はい、そうですね、はい、最後来ました、来ました決めてもらわないと。そう、まあ、タイトルどうこうというよりは目の前の1試合1試合を、まあ、チーム全体で全力で戦っていって、まあ最後笑顔でというかいい形で終えるかなと思います。まあシーズン残りわずかになってきましたが、いいシーズンで終われるようにぜひ本人のシーズン頑張ってもらいたいと思います。今日はナビスコカップ優勝のガンバ大阪の大森選手、阿部選手、宇佐美選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。